展望に入る直前、俺最後展望のドア開けて展望から出てきたんやけど、テレレ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 レ。関脇どんちっち、お、来た。この BGM はセキュレカメラを見たら、背面板で殺してる人がいました。誰だ、誰だ。黄緑を茶色が殺してました。中野アルバン、バンドを立てねえ。あいつが悪いんだよ、全部。バラ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 。同期やったの、一人死んでますから。二人でこの船乗っ取ろうって言ったのによ。あいつが直前になってビビりやがって。自首しようって言ったから殺してやったんだよ。テルマさん、もう自然死でいいですか、じゃあ。自然死。まあでも、あとはアーカイブに宮さんが映ったのと、真帆さんがエンジン走ってたのと、なんかネロちゃんもどっかにいた気がするぐらい。アーカイブ、アーカイブ入ってきたね。あ、最後にアーカイブ、あ、そう、最後にアーカイブ、序盤に宮さんがアーカイブ、序盤に真帆さんがエンジン走ってるのみたいな。序盤に、序盤にね、序盤に、序盤に銀河鉄道が、いいのしないの。メイン分けが俺とガミさんで、ガミさんが多分女性かな、即、はい、敗戦ですね。その後歴でイズさん立ってます。タオルタスクやった後に、アーカイブでメイヤーさんと合流で貨物まで行ってるかな。俺は行ってない、ごめん。ラウンジ、コックピットがプテマオ、はい、で僕が石があるままね、うん、僕が武器上、じゃあコックピット武器上下、キッチンバーガー展望に入る直前で終わりです。え、展望に入る直前、俺最後展望のドア開けて展望から出てきたんやけど、テレレ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 。え、トータスさんはどこっつった今。展望のドア開けて出るとこ。嘘だよ、それはありえないわ。テレレレテレレ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 こ、 いやこれは迷ってね、これは迷ってね、めちゃくちゃマックだと思うよ。ふたがしい、こらメイドナオション誰、あたそこ。はぁ、その名は名探偵来ないよ。デレレレあこれどうすんの。急に静かな。え、本当に詳細な位置を2人とも話した方がいいんじゃない。はい、俺請求脇のテープタスクやって終わった後、まあ停電後展望でしたいないかなと思って展望の方行って、展望入って下見てたら閉まったのドアが、で、はい、開けるところで終わりです。開けた、開けた、開けた、中は全部確認してないみたいな。中は全部確認した、中全部確認したら戻ってきたらもうドア閉まってたから開けて終わりです。開けて、うん、開けた瞬間終了。いやいや、うん、僕はごめん、扉の状況覚えてないんだけど、キッチンと展望入るところで終わったから。でもさ、それ死んでた、まあ、プテってさ、どういう感じ、キッチンでタスクとかやったの。だからコックピット脇、武器上下、キッチンバーガー、展望デッキよ。
だから主張が合ってんだったらドアがどっちかが閉まってないとおかしいよね。閉まってない、あるいそもそも閉まってない、あるいは閉まってないとおかしいよね。そうだね。どうだった？ん？このターン見たみたいな話じゃなくて？俺は見てない。このターン見てないんじゃないだろう。まあでもあの一人狼落ちたから別に僕釣りからでもいいんだけど、トータスさんまで行ってくれればいいや。じゃあマットかな多分で1で 5になるのかな。5でノー、うん、ノーヒントではない、これ確証言う、うん、さっきのさ人が白いと思うぐらい、さっきのさ投票って覚えてる人いる？さっきの投票、俺は鬼に入れてる、投票は竹雄さんに入れたの、竹雄くん入れてる、竹雄さんに入れてる、あんま関係ないじゃない、一番最初に入れた、いやいやそう、トータスさんってマジで井の一番に入れてるから、うん、マットだとしても相方のインポスターとしてもやらないかなって。いやいや入れるよ、竹雄さんに。現行犯で捕まってて、でモモプテが対抗になってってなった場合、人外目線絶望的なのに歌ってる人は白いと思うんだよね。えげつない。メーネロやん。歌いました、メーネロはだから白いと思ってる。俺はクソほど歌ってたよ、オニキが乗ってくれたのもうずっとオニキの発言中 BGM やってたからね、担当なんならヒロシ記録した時も歌ってたからな。だってオニキ原稿なんでどちらも代行の雰囲気になって嬉しそうに歌うの人外じゃないだろ。あんまトータスさんっぽくないなと思ったから俺普通に入れちゃう。トータスさんっぽくないと思って、うん、あー、最初に入れちゃおう。レーレーレー迷宮入り、迷宮入り、迷宮入りでこの BGM 流す終わるやろ。あ、終わらんのや、終わらんのや。停電最後一番右、貨物で直した。工藤さんも違うわ、え名屋さん持ってきた。DGM がおらんようになってる。DGM なくなった。うん、あれも死んでて、俺と名屋さんはだから白が出るわけだよね多分。名屋さんがその経路で見てないってことは今ミーティングから降りていったんだね俺。ああ、じゃあネロちゃん。全然のことを一定数疑ってたので降りました。うんうん、はい。でも俺多分昼無理よね。うん、伊豆が一番無理かな。トータスさんも時点で無理そう。うん、あんな。俺まさか初手で相方に入れてマット釣りに行く。イルクル的にどんなもんだ。体感なんだろうな。でも停電はねちょっと長かった。そう、まあ35、まあ40秒ぐらい経っちゃってるとして。まあ、ギリ切れたとして到達の金庫とかエンジンの立て通路とかです、うん、はい、ガミマオの位置を最終、あ、マオ最終カメツの前で停電直してそのままボタンを押された。カメツボタン押してすぐでしたっけ。停電、あ違う、停電開けてすぐでしたっけ。停電したつもりではあります、ね、割とすぐだったと思う、あの停電の一番右ペコって上げたらすぐにファーってなったから。貨物の階段のとこです。配線とダウンロードの間。まあ釣り切りで終わると思うけどな、基本的には。太田さんマジ疑ってないんだな。初手ってどうなんでしたっけお二人。初手は俺ミーティングでボタンを押してる。で、コックピットでふてはしと湧いて、ね、俺はちょっと20知らんけどミーティングまで行けるのか。ボタンを押してる。いや初手まあ、僕は伊豆さんはほぼ2キル無理だと思ってて、でネロちゃんとメインで湧いた後配線やってエレキ行ってバイタルから来る伊豆さんとすれ違い最終貨物入って終わりだったんですよ。あ、僕メインからですよね。あ、メインから。まあ。マオさんから行きます。あ、俺？
ルールルールルー。ああ歌ってたか。やべ、まだ歌ってた。センサーでまだ歌ってなかったよ。歌ってた歌ってた。これなんならあの映画になってアップテンポになる方のやつも歌ってたよ。マジでマオさん歌ってたっけ。歌ってた、ずっと歌ってた。マオさん歌ってた気がする。ただあの俺だけ元気なかった。意気揚々と歌ってたら俺のメロディーになってた。すっごい嬉しそうな歌だったんだ。しかも俺シェリフだったからめちゃくちゃ気持ちよかったんだよ。したら道連れにされて気分が一気に落ち込んだ。迷宮入りしたな。迷宮入りだったマジで。